ようこそ。誰かとりあえず受付しようぜ。だいぶ広かったな。もう何の気兼ねもなく街ロープ張れる。フォトサイトでもよかったね。えやえや、贅沢に取り付いたな。パープ張る。どうしようかな、風よけでちょっとね、普通に張るんじゃなくってこう地面にこうなんてスクリーン的に張ろうかな、まあ、どっちでもいいねんけど。なるほど、風通るよね。そう、池やけんね、風通りがええんやけど、この池を見るのがなんかそうやな、あれみたいな、そうやな、無理みたいな、無理やんな感じにしとるけん、あとりあえずテントだけ張ってから考えるか。あと多分この辺りに、うんうんうん、この辺りに、うん、こっち向こう感じやね。もし張るとしたら、うん、もう高いないからここにバンって、だいぶ減らした、てんな、だいぶ減らした、ほとんどここに入ってる、いろんなものが、まあ、すごいな、ほんまに。しゃあ、ずっと使ってるけどめっちゃ大好きこれ。あったな、そんなん、なんか。メルカリで作ってる人がいて、うん、それを買った。1000円ぐらいだったと思うわ。そんなん作って売ってるんや。すごいよね、本当に。ね、こだわりのギアたちっすよ。あれか、はかり？はかりなんやけど、外でしたらさ、外でするように作られてないからこうやって動くんや、ちょっとはかれんか。あ、風の影響か。そう、こうやって入れて、100ml に対して 6g か 7g が理想なんや、うん、蜂が濃いぐらいで、ってことは 300ml 入れるって、コーヒーを調べるにあたってね、この一番初めに、うん、手に入れた方がいい道具みたいなのがあって、うん、これが3番目ぐらいなんよ。なんか、あ、そんなにスケールって重要なんやと思って。そうなんや、うん、まあ、20g でちょっと今日行ってみるね。あ、いけるか、あ、行ったか。90度ぐらいやけ、もういいか。では、いただきます。え、すっきりしててよくない？だいぶすっきり入れた。いや、これはこれでいいと思うけど。ごめん、明日の朝リベンジするわ。全然、いや、俺失敗の味じゃないよ、これ。
飲めるわ。はい、では乾杯。乾杯。あ、生きてるわ。あー、うまっ。うん、うん、あ、うめ。うまい。めちゃくちゃうまい。こんなに寒くなると思わんかったね。なかなかのエクストリームやなこれ、うん、あれじゃない、やっぱりあのおこもりキャンプって快適だよ。いや快適やなと思う。じゃあドッグドームもやっぱありだよ。いやでもこれぞキャンプ、これぞキャンプって感じが。あー、うめえ。うまいよ。うまいけどさ、うん、寒い。うん。やばな。確かに、自分たちのテントを見ながら、うん。ちょっとこれさ、マジでおもろいんやけど、このキャンプ。いや、どうなんやろ、これこういう経験はないな。俺はないな。いや、キャンプ飯車の中で食うと思わんかった。いや俺も、うん、暗いしね。暗いし、暗くなるしね。ちょっとぐらい明るくなってます。いやマジでここまでと思わんかったな。でもさ、寒くない。うん、全然もう風全然違うわ、やっぱりあののとないのとで。風の影響ってマジでやばい。はい、とりあえず幕内にこもってます。もう風が今日めちゃくちゃ強くて、もう大変でしたね。こんなに風強いと思ってなかった。久しぶりですわ、こんなに風が強いの。
とりあえずちょっとお菓子でも食べながら、幕内でぬくぬくしながらちょっと楽しもうかなと思います。もうミヨッシーは寝ちゃいました。でもね、このままちょっと夜を終えるのもちょっと悔しいので、もう少しゆっくりしようかなと思います。よし、おはよう。おはよう。風をすっかり止んでくれた。絶対うまいって。いきます。いきます。ベルモントの、はい、あの400ml かな、360って書いてあるチタンのクッカーをここに入れたらフィットするから、でお米入れて、200ml これにも水を入れて、で蓋をしたらぴったりはまるから、これをもう焚き火の上にポンって置いて、もうずっと放置で水蒸気でこう蒸されると、でそうするとこのデカクッカーが1個余るんで、これにお水とか張ってこうカレーのレトルトとか入れて、でこう2つでこうトントンしといたら、こうできたらパカッて開いてこうできとって、でこれを別の容器にこう入れて、でこのルーをかけて食べたりとかする。カレーすんのには持ってこいよね。そう、カレーすんのには持ってこいだし、これが1個余るんがでかい。水蒸気炊飯ね、やってみて面白いよ。